こんにちは。今回はですね、路線紹介をちょっと僕やってみようかなと思います。路線紹介シリーズということ、まあ、何線を最初取り上げようかなと思った時に、僕が一番好きな東京メトロ東西線で1本目は行こうかなと思いまして、やっていきたいと思います。どういう路線かっていうか、まあ、僕の推しポイントを一つ紹介したいんですけれども、ラッシュ VS 東西線ということで、ラッシュね、東西線のラッシュがひどいっていうのはもう鉄オタの皆さんならご存知かと思いますけれども、ざっと路線の概要、まあ、こんなこと知ってる方が大勢だと思うんですけど、どういう路線かっていうところを紹介したいと思います。東京メトロ東西線です。路線図ここに貼っていただきました。中野から西船橋まで結んでる路線ですね。で、直通先がJR、中央線、これ中野から三鷹まで、各駅停車の黄色い電車の方ね、あっちの方に直通が三鷹までと、東洋高速、これ西船橋から、東洋勝田台まで直通してます。でラッシュ時間帯、平日のラッシュのみ JR 総武線が西船橋から船橋、東船橋、津田沼までの直通ということになってまして、だいたい今運転系統としてはそんな感じかな。東西線の大きな特徴として、まあ、地上区間が多いというか半分ぐらい地上走ってます。中野は地上駅なんですけど、その後ずっと地下走って、都心部は地下通ってきます。東洋町、南砂町出たら、地上に出て、あとはもう西船までここ、ここの区間全部地上なんですね。これが、13キロかな、 13.8 キロっていうところで、路線全体30キロぐらいなんで半分弱は地上って、これ地下鉄の中だと、てか地下鉄って言っていいのかって感じなんですけど、珍しい路線かなと思います。さっきもまあ書きましたけれども、ラッシュが深刻です。昔からね、こっちの、西船橋から、まあ、浦安とか葛西とか、こっちはもう住宅街なんですね。ずっと客がもうたくさん乗って、でしかもこっちから総武と東洋高速の客もたくさんいますから、もう正直言って西船橋の時点でもう結構来てるんですよ。でその状態なのに葛西、西葛西とかでもうどんどんまだまだ乗ってくる。で一斉にまあ茅場町、日本橋、大手町、まあ、ここでまあ大体降りる。で九段下でもうちょっと降りるかな、竹橋とかで、そういう感じ。ラッシュがとにかく深刻です。その優等列車のラッシュっていうところで、僕は優等列車、快速とかよく乗りますけど、僕の好きなポイントがあって、妙伝好きなんですよ。妙伝のね、どこが好きかっていうと、配線をね、ちょっと今からそこに書こうと思うんですけど、でちょっと雑なんですけど、妙伝の配線図軽く書いてみました。こういう感じ。こっちが西船橋、こっちがなんかここに今妙伝駅のホームがあると。で妙伝って車両基地ありますので、そっちから の入出庫線がこう伸びてきていると。妙伝のポイントはですね、入出庫線がね、中2線だけじゃないという、ここね、外にもう1本あるんですよ。乗ってる方分かると思いますけど、西船橋からね、これ快速乗ってくと、まあ、快速本線なんで、これは4番線通過するんですけど、こっちでね、これで来て、1回入出庫線乗り越えて、1回ね、こっちの各駅停車が入る方、こっちを1回またポイントが1個あって、でさらにもう1回入出庫線が入ると。このね、揺れのね、連鎖、これ最高ですよ。皆さん乗った時にね、ちゃんと体感してほしいんですけど、でですね、この妙伝、中野行き、三鷹行きの通勤快速とか快速に乗ってると揺れがね、楽しめるんですね。この鉄橋を越えて、入出庫線越えて、でポイントが2回波が来るっていう、これ妙伝のポイントなので、ぜひね、快速とか通勤快速に乗って楽しんでいただきたいなと思います。はい、で東西線、あとはね、車両ですね。車両、メトロって、まあ、大体の路線が、まあ、車種は1種、2種、まあ、入れ替え中の路線については、まあ、3種ある路線もありますけど、まあ、基本的には1種か2種なんですよ。東西線ね、もうね、車種がもう多いんですよね。もちろん東洋高速の車両が1個、 JR の車両が1個、これ直通してくるのあるんですけど、メトロだけでね、もうね、車両のパターン豊富すぎてね、最新型でいうと15000系、あれワイドドアの車両、15000系で、それから、複雑な経歴を持つ07系、これ有楽町線のホームドアサイズ合わなくて追い出されたやつそれで東西線に来た、あれ6本ありますけど、07系と、あと東西線の、まあ、メイン車両で05系がね、もう前期に作られたやつと後期に作られたやつ全然顔違いますから、あれもう2種と考えていいでしょ。でまあメトロだけで4種あるわけですよ。列車番号で車種、どこの車両かっていうのを見ますけれども、 S っていうね、メトロの車両だと列番末尾 S なんですけど、S の列車でもね、どれが来るかっていうワクワクがすごいあるから、何回乗っても飽きないんですよね、東西線は。なんで車種
そうね、05系もね、もういろいろパターン多すぎてね、もうすごいんですよ。ワイドドアの車両があったり、ワイドドアじゃない車両があったり、内装も今ねちょうど改造してて、ドアの上、最近テレビありますよね、広告と、案内用と、それがついてる車両とついてない車両とっていろいろあったり、なかなか飽きないですね。この動画出る頃にはどうなってるか分かんないですけど、僕やっぱりね、今 B 修繕入ってない 24F、アルミリサイクルカーありますけど、05系のね、っていうか 24F、 23もかな、撮影してる今の時点では23、24かな、22もだったかな、ちょっと僕確認してないんですけど、改造されてない全く真っさらな状態の05系、これ来ると熱いですね。これいつもネットで皆さんの目撃情報とか見て、俺乗りたいなと思ってんだ、あんま来ないんだ、ラッシュしか入らないことが多いかな、朝のラッシュだけで終わっちゃうっていうケースが多いので、改造工事入る前にもう一回乗りたいかなっていう車両ではあります。ラッシュについて話そうと思うんですけど、さっきもちょろっと話しましたけど、通勤快速が、朝走ってます。基本的には、こっちの流れがメインかな、通勤でいうと、千葉と船橋方面から都心に向かう流れがメインです。もちろんこっち の三鷹とかから乗ってきて都心行く人もいますけどね、主にはこっちで解説をしたいと思います。東西線津田沼行き、これ僕の推しポイントなんですけど、津田沼行き、快速でも各駅停車でもありますけど、平日の朝と夕方だけなんですよ。ラッシュ時限定のねレアな行き先で、夕方、僕ね、僕 の勝手なその仕事の都合とかであんまり夕方に乗るってことないんですけど、津田沼のその夕方の最後の津田沼直通がね、茅場町でいうと19時11分発なんですよ、最後の津田沼行きで。その後はもうね、東洋勝田台しか直通がないですから、これここのね、この17時台から19時台にかけて、この時間にちょっと僕はねいつも帰りたいなと思ってるんですけど、帰れないんですね。帰りたいですけど、これのね推しポイントは西船橋出てからなんですね。西船橋出てから JR 総武線に入りますから、その津田沼行き専用の線路があるんですね。5番線西船の5番線を出てから高架ぐーっと上がって、で総武線の観光線を乗り越えて、で船橋と西船の間で総武線に合流するんですけど、津田沼行きじゃないとあの線路橋通れませんから、結構珍しい体験ができるかなと。あれは津田沼行きは推しの一つですね、ポイントです。はい、でラッシュ他にも、珍しい行き先でいうと九段下駅っていうのがあります。妙典8時8分発の各駅停車九段下駅っていうのがあって、九段下ってここなんですけど、九段下駅っていうのはね、土日は運転してなくて、平日の朝この1本だけ九段下駅っていう電車があるんですよ。これもね乗っていただきたい、珍しい行き先ですから。昔はね確か東洋勝田台発で確定九段下っていうんだったんですけど、ある時ね妙典始発になっちゃってね、こっちから乗る人は一回妙典で乗り換えるっていう手間ができちゃったんであれなんですけど、珍しい行き先なんで乗っていただきたいですね。はい、で東西線のラッシュの切り札というか、これ2019年3月改正でデビューしたんですけども、浦安始発各駅停車で中野行きと三鷹行きが1本ずつかあるんですけれども、浦安ってね車庫ないんですよ。車庫ないし折り返し設備もないから、基本的に浦安始発っていうのは今まで設定されてこなかったんですけど、2019年の改正でデビューしまして、これどういうあれ仕掛けになってるかというと、妙典の車庫からこれでね出庫してくるわけですよ。出庫して、で妙典から浦安まで改装するんですね。で浦安から営業運転スタートで中野三鷹方面に行くって、これ浦安始発ってね今までなかったので、これ珍しい。僕1回だけ19年のその出たての時かな、乗りに行きましたけど、浦安から座るっていうのはねなかなか難しいんですけど、この電車だったら並べば絶対座れますから、浦安の方大喜びドヒャーと、いいんじゃないかなと思います。はい、ラッシュね、いろいろやってるわけですけれども、僕が推したい駅、茅場町をね推したいんですよ。茅場町のちょっと駅の構造をね先にちょっと書かせてもらおうかなと思うんですけど、こっちが西船橋方面こっちで、中野方面こっちっていう感じなんですけど、茅場町ね日比谷線乗り換えられますけど、日比谷線の乗り換え階段がね、中目黒行きの階段がまずここにあるわけですよ。で北千住行きは真ん中ここら辺かな、真ん中よりちょっと前よりここら辺にあるんですね。なのでラッシュ時間帯になるとどうしてもねやっぱ乗り換え客が多いですから、ここにねこの千葉方面帰る方の乗り降りが集中するんですよ。茅場町って駅員さんどういう工夫をされてるかっていうと、駅員二人立ちっていう時間があって、こことここにね駅員さんが立ってるわけですよ。仮にじゃあこっちを A として、こっち B としましょうか。2人立ちの時間がある、B のところは休日かな、1日どの時間行ってもいるんですけど、 A のところにもラッシュ時は立ってるんです。何をされるかっていうと、まずこの乗り降りが、円滑に進むように A の方が、せかすじゃないけどちょっと誘導をして、
で A の方がこの先頭部分乗り降りが終了したなっていうのを確認したら B の方にで手を挙げてこれあの合図を送るんですよ B の駅員さんに。そうすると B の方が了解ですって、あので了解したら今度ね B の方がねこれいろいろ手順がややこしいんですけど B の方が今度車掌さんに合図を送るんですね。車掌さんに合図を送る。でその合図機があって こんな感じあの光るやつなんですけど、B の方が、機械操作するとこのねここ丸く光るんですよ。丸く光ってでそれを確認した車掌がでドアを閉めると、スードア閉めた。でドア閉めたら次今度 A がまた B にちゃんと閉まってますっていうのを確認を合図を送って、で B が、今度もう一回これ光らせるんです。今度光らせるときはこれ中も全部あの光るようになる、ね、わーっと。でこれ全部丸く光ったのを確認したら車掌さんが、運転手さんに合図を送る、ブーってブザー鳴らしてで、出てくっていうことなんですけど、もう連携プレーですよ。この茅場町のラッシュ時の連携プレー、これはねぜひあ皆さんに楽しんでいただきたい、まあ、楽しむって言ったってラッシュ時で人混んでますからくれぐれも邪魔にならないようには気をつけていただきたいんですけれども、茅場町の連携プレーはぜひ推したいポイントかなと思います。楽しんでいただきましたでしょうか。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。